カラヒージョはコーヒーにブランデー、ウイスキー、アニス酒などの蒸留酒、またはラム酒を注いで作るスペインの温かい飲み物である。スペインでは広く飲まれ、民間語源によるとその起源はスペインのキューバ支配に遡る。軍は兵士に勇気を与えるためにコーヒーをラム酒と混ぜた。別の説ではバルセロナのフランサ駅で荷物の移動を待っていた運搬人が コーヒーと酒を注文する代わりに今自分は急いでいるのでそれを混ぜるように頼んだという。カラヒージョの作り方にはブラックコーヒーと蒸留酒を炭に注ぐものからスピリッツをレモン、砂糖、シナモンと共に加熱し最後にコーヒーを加えるものまで多くの異なる方法がある。同様のイタリアの飲料はカフェコレットとして知られる。アメリカでは砂糖を円に乗せた マグカップに入れた1オンスの温かいコーヒーに、3、4オンスのラム酒と1、2オンスのトリプルセックを加えて作る。次に砂糖に火をつけキャラメル化する。ホイップクリームがトッピングされることもある。ありがとうございます。